10年後も派手に行くぜ。マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。豪快レッドキャプテンマーベラス役の小澤亮太です。よろしくお願いします。そうですね、あっという間ですね。いつの間にって思う部分もありましたね。でも僕の場合結構こう3年ごとぐらいにやってたんで、起きたかと思いましたけど10周年やれたことがまずびっくりして、やるか分かんなかったので、それがとても嬉しかったですね。いや、よくよく考えると早くねえなと思いました。なんか今は普通にさらっと思うと、あっという間だったなと思ったんですけど、やっぱり やるかっていう感じでしたね。でも久々な気持ちはなんかそんなにあっという間に、その久しぶりみたいな流れの下りがすごくあっさりしてて、あ、やっぱ変わんないんだなって。昔も結構そんな感じだったんで、こうその久しぶりはあっという間に終わるっていう、そこからまたいつも通りな感じになるんで、そこがなんかちょうどいいドライ感がいいなって誤解しちゃってって改めて思わせてくれましたね。全然変わんなかったですね。中身の印象は全く、やっぱ外見はやっぱ大人になってみんながちょっとだけ変わってたんですけど、自分も多分そうだと思うんですけど、中身は全く変わってないですね。あ、相変わらずだなっていう、なんか各々勝手にやってんなっていうところがすごく一人一人見えて、こんな見事にみんな各々勝手なことやる人たちあんまいないので、そこは素敵だなって思いました。大人になったな。やっぱ僕一番年上だったんですよ。一応こう若干年上感出てて、やっぱみんなその喜怒哀楽がこう大人になったなっていうのは一人一人に思いましたね。だから誰かっていうのはなくて、みんなこう落ち着いてるような感じがして、みんな結構騒がしかったりしたんで、1年いろいろあったってそれがなんかおしとやかになって、すごいなんかみんなこうコミュニケーション取りやすいなって思ったんですけど日替わりで機嫌悪いやつがいなかったんでよかったと思います。あ、結構話しましたね。そのなんか全然寝れなかった3日間とかあったりとかして、その撮影やってGロスト行ってみたいな、なんか映画の撮影してドラマの撮影してみたいな、その寝れない時間とかのもう、あの時大変だったねとか、そういう話したりとか、やっぱその地方公演とか回るんですよ終わった後に。やっぱその時にあれ食べたねこれ食べたねがやっぱ、ね、衣食住はやっぱ会話になるなと思いましたねだからもう地方行ってみたいな、北海道公演遅刻したよな小沢とか言われましたね。はい、北海道公園遠いじゃないですかスライディング土下座した記憶ありますもん、遅れすみませんみたいな、まあ、キャプテンって言われるで、まあ、船長なんで、まあ、どっしりとした役と思っていて、それはもうずっと心がけてて10年前から。だからなんか、まあ、今回中澤監督でよりずっしり感を出してくれて、忘れてたのを思い出してくれたんで、僕はすごくそのもう中澤さんに感謝ですね。あと荒川さんの脚本にも、あ、思い出ちゃんと分かってるなっていうか生みの親たちなんで、なんかすんなり入りましたね。結構やっぱ予想外の間間の長さそれやっぱ大事にしてて、なんか、あ、そんなに溜めるんだみたいなセリフとかもあったりとか、でもそれがこう指示だったりもするんで、そこもマーベラスの面白さっていうか、結構その座って喋ること、あの動かず喋ることとかが多いんで、あんまこう緩急がないというか、そういう部分が多いので、そこが苦しかった分だし、こう目とかで合図だけで表現しなきゃいけないところが多かったんですけど、そこがなんか苦しかったりでも楽しかった部分でも今回もありましたね。さっきも言ったようにどっしりして、意外とこう周り見てることが多いので、で知ってるふり、知らないふりばっかしてるんで、結構マーベラスってそういうところも含めながらやるっていうのが、まあ、すごく楽しいんで、知ってるけど伝わんないように、でも知ってるよみたいな、気づく人は気づくかなぐらいのが、すごくそれの連続なんで、そこがやっぱマーベラスの見どころかなっていうか、まあ、ちょっとニヒルな、ちょっとひねくれてるって言い方あれですけど、ヒールな感じがとても好きですね。あれ小沢すかね。でもあんまりその表現としてあんまりこう緩急つけない方がいいと思ってたんで、笑う時も大笑いもせず、そこまであんまりこう表情に抑揚つけないように
ずっとやってきたので、昔から多分ああいう笑い方だったのかなっていう。でもなんかある時は大場健二さんからなんかあの笑い方はジャック・スパローを真似してるみたいな、いやしてないですと思ってなんか遠回しになんか聞いたんです、いやしてないんだけどなみたいな言っていいのか分かんないですけど、海賊つながりで、でもそうやって思ってくれるのは嬉しいですねなんて思いましたけど、やっぱ昔のこう豪快じゃやり始めてた時に友達がやっぱ見てくれるじゃないですか。そしたら前お前あんま変わんねえなみたいなこと言われるんですよ。そんなマイペースだった俺みたいな。だからそういうところは一緒なのかなっていう、結構なんか結構自由に若い時から結構自由にやらせてもらってて、友達の付き合いとかそういうところがすごく一緒なのかなって。あんだけすごいマイペースはしないですけど、少しマイペースのところに似てるのかなっていう、多いと思いますね、うん。まあ、小沢でありマーベラスなんで、がっつりこう切り替えるとかじゃないタイプだと思うので、ただなんか地元のみんなはそれが面白かったみたいで、あんま変わんないねみたいな嬉しい反面でも、こうなんかだんだんネット化されてくると、やっぱ、まあ、今回は豪快じゃだったんで昔を思い出したりとかして、あこういう感じだったな、この譲渡はこういう感じだったな、あのルカとはこういう感じだったなとか、そういうのを思い出しながらできたんで、とてもなんか思い出にちょっとふけてた部分があったりとかしましたね。なんかやっぱり、まあ、見た目も変わってくるじゃないですか。だからやっぱ年齢も多少変わってていいのかなっていう、もうむしろ10年なんで思ってて、だ毎回ちょっと違うような、まあちょっと成長した感じを表現してやったんですけど、今回は結構僕33歳の俺に近いのかなっていうか、ちょっと無理してない感じが、ちょっとなんかちょっと大人っぽく行こうとか、まあ、その最強バトルの時とかはその後輩の方が多かったので、ちょっと大人っぽく行こうとかちょっと頑張ってみたりしたんですけど、今回は本当にスーッと入ってスーッと終わってみたいなまあ今の僕とそのやってきたマーベラスが共に歩いてる感じ、あと周りの本当もうキャストのみんながいたからこそそういうことができたのかなっていう、そのまんまなんか豪快じゃん、もうほんと楽屋っていうかバスロケバスの中みたいな感じの雰囲気で映画ができたのかなって。第一印象はもう眼帯でしたね。はあってなって、眼帯するんだ俺みたいな。今回多分一番多かったんじゃないですかね。いや僕はもうそのアクションって基本その書いてないんですよ。あれやってこれやってなんか切って宇宙で撃ってみたいなのないんで、あれと豪快レッドと誰かが戦うみたいなのぐらいしかアクションの説明全然書いてなかったんで、やっぱそこどんだけアクションするんだろうみたいな。本当にこう2行が30分だったりするんですよ、大きく言うとですけど。なんで今回そのアクションに対しては本当100握りって書いてあったし、俺どうなっちゃうんだろうみたいな今日のアクションどんぐらいあるんだろうみたいな、ちょっとそれが眼帯つけてたんでより怖かったですね。途中から眼帯あのアクション用があって穴が見えやすくなったんですけどそれまではちょっとビビってましたねそうですよね、100人きりしかも変身しないみたいな、変身しないみたいな、え俺どんだけやんのみたいな、何十人倒すみたいな、とりあえずまあ映画だから何十人だろうなと思ったんですけど、でもあれ比較的きちっと人数倒してましたよね。そうですね、パン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 つって多分 2,30 人やったんじゃないですかね。なんかそこでもなんかこうね、お世話になった戦隊いっぱいいたんでなんかごめんと思いながらちょっとこうシナリオ的に悔しさもありつつって、はい、もうはい、痛快ですね。どうかなと思ってちょっと聞けたら嬉しいな。なんか最初はえ何みたいな、クール増えたって思ってたんですけど、でもなんかドラマ見たらなんかパクったみたいな、素直に言ってる感じがすごく良かったな。俺たちよりかっこいいしなんか新しいんだったらかっこよくしてもらいたいし、パクったならなんかとても良かったですね。変身の仕方も独特だし、変身のおもちゃもあれですもんね、関さんですもんね。そういうとこも、いやあそこもパクったんだみたいな、関さんっぽい人がやっても面白かったなとか思ったんですけどあれはかっこよかったです。でもそういう意味で関さんね、今回ね、そうですね、出演で登場みたいな、そうですね、ジャッジしてましたね
いやでも嬉しいですよ、なんかあの声の人の素面 だみたいなのも見えるとこもまたそこも見どころなのかなっていう、羨ましかったシーンで、かっこいいなと思って、ジョーのあの船壊すあたりのあの光の炎の感じがすごくかっこよかったですね。あと純也のアクションもすごくかっこよかったし、やっぱ動けんだなみたいな、ちょっと大きくなったけど動けんだなみたいなやっと言っちゃったもうそうだし、うん、みんなやっぱ素敵だったなっていうのはなんか、まあ、もう思いがちょっと強すぎるのかもしれないですけど、なんかもうここまで来たらちょっとみんなの年齢経過を見つつやるね、なんか歴史を感じながら戦隊をこうプッシュするできる役戦隊なので、他の戦隊もだからなんかそういうことができたらいいなって改めて今回で思いましたね。今の戦隊にも変身できるし、確かに後輩に変身できればいいですよね。そうですね、もうちょっと前10年前とか仮面ライダーにも変身してましたもんね、メタルヒーローにも変身してましたもんね、もうずるいですよねとんでもないですよねなのでなんかどんどん使ってもらってでもみんなが揃ってこうなんか改めてこうみんなを確認し合えたとこがすごく撮影で一番面白かったな。またなんか5年後とか確かに面白そうだなってすごく感じました、まあ、今回10周年ということで、まあ、このタイミングすごい今世の中がすごい何だろう、何が正解か本当分かんないじゃないですか、多分外出ていいのかダメなのかとか、なんか今回のウォーカイジャってそういう何が正解なのかっていうのが僕自身もさ分かんないことがあったりとかして、で役的にも何が正解なのかってみんなが考えさせられる作品になってると思うので、なんかこのタイミングで撮影できて公開できてよかったし、きっと昔から見てた人も喜べるような作品になってるし、新しく見ても絶対面白いと思うので、なんかこれをきっかけに戦隊が好きになってくれて、豪快者も好きになってくれたらすごく嬉しいなと思います。ぜひ、何回でも見てください。よろしくお願いします。10年後も派手に行くぜ。じゃあね。